競争的二重奏曲は、イーゴリ・ストラビンスキーが1931年から1932年にかけて作曲したバイオリンとピアノのための楽曲。ストラビンスキーは1931年にバイオリン競争曲を作曲し、ソリストのサミュエル・ドゥシュキンと共にヨーロッパ各地の演奏旅行を行った。その後もバイオリンに対する興味は尽きることなく、この 競争的に重奏曲が作曲された。新たな曲をバイオリンとピアノのための曲とした理由として一つには競争曲の演奏旅行の経験から演奏会の成功が還元学の質とリハーサルの量によって決定されることに気づいたことが挙げられる。また競争曲よりも低予算で大都会でなくても演奏会が開けるという理由もあった。辞伝によると ストラビンスキーがスイスに住んでいた第一次世界大戦中からの知り合いであるシャルル・アルベール・サングリアのペトラルカが作曲に影響を及ぼしたという1931年の終わりにボレップで作曲を始め1932年7月15日に完成した1932年10月28日にベルリン放送局で初演されたバイオリンはドゥシュキン ピアノはストラビンスキーが演奏した。その後、ドゥシュキンとストラビンスキーはヨーロッパ各地でリサイタルを開いた。リサイタルのために、二人はプルチネルラや妖精のセプンから組曲を作ったほか、既存のストラビンスキーの曲と、子守歌、ペトルーシュカより、ロシアの歌、夜泣きウグイスより、中国の行進曲と、ウグイスの歌、マブラより、 パラシャのアリアをバイオリンとピアノのために編曲した。ストラビンスキー没後の1972年に行われたストラビンスキーフェスティバルでは、ジョージ・バランシンの振り付けによって、ニューヨークシティバレエ団によってバレエとして上演された。5つの楽章から構成される。カンティレーナエクローグ1エクローグ2ジグディトゥランボス。演奏時間は約16分。 ストラビンスキー本人の言葉によると古代の伝園誌の精神によって作られたことになっている。ホワイトは部分的に牧歌的な箇所があることを認めるものの全体としてはストラビンスキーの言葉をそのままに受け取ることは難しいとする。カンティレーナはアルベッチョの主題と重音奏法による叙情的な主題からなる。エクローグ一冒頭では解放弦との重音奏法によって バグパイプが模倣される。エクローグには、感情楽章。ジグでは、主旋律の間にロンド風に別の旋律が表紙を変えながら挿入される。最後のディテュランボスは静かで、感傷的な曲になっている。ありがとうございます。